どうもこんにちは、うざい営業マンに絡まれない物件見学ツアー、今日の担当は森和樹でございます。ではどうぞよろしくお願いします。はい、では中入りまして、こちら玄関ですね、上部にこのような、アクセントクロスですね、はい、ちょっと、雰囲気を出しておりますので、ちょっとおしゃれな雰囲気漂うこの3階建ての1戸建てですね、入っていきたいと思います。はい、でこちらがシューズボックスですね。はい、これ知ってました？これこの字型って言われてるんですね。はい、この字型の、シューズボックスですねがございまして、こちら右手に、これはおトイレですかね。はい、まず1階のおトイレでございますがございまして、こちらが1階のですね、居室ですね。実はですね、私この物件本当に今初めて入ったので全く中の様子がわからないんですけど、一緒にちょっと探検していきたいなと思います。はい、こちらが収納ですかね。これは、はい、このような収納ですね、がございまして、もう一部屋ありますね、1階に。よいしょ。はい、こちらが、このような、まあ5.2 畳って書いてありますね。まあ、そんなに広くはないですけど、まあ、子供部屋には十分かなという広さですね。はい、こちらの収納は、はい、この、まあ、大体これがね、一部屋の、まあ、標準サイズだったらですけど、よくあるサイズの収納でございます。はい、で、玄関入った瞬間のここにはですね、なかなか、はい、懐広めの収納があります。まあまあこれだけ入ればいろんなものを入れれるかなと思いますので、だいたいね、子供帰ってきたらランドセル脱ぎっぱなしとかね、あそこに置かすといいんじゃないでしょうか。はい、あんた上から2番目やでみたいなね、そういうやつで、収納してもらえればと思います。はい、で、2階ですね。はい、まず右手にございますのはこちらのおトイレですかね。はい、お、なるほど、ちょっとね、アクセントクロスで、可愛らしくなっております。はい、1階のトイレ、まあ、こんな感じですね。まあ、1階って言いましたね、これ2階です、すみません。はい、こちらですね、洗面、お風呂のスペースです。なるほど。なんかいいですね、新しいお風呂。これちなみにこれよく聞かれるんですけど、これ何ですかみたいな。これ、ね、お風呂の蓋です。これめちゃくちゃ軽いですからね、はい、女性でも、軽々と持てるような軽い蓋となっておりますんで、はい、どうもね、なんか魔法瓶浴槽とか言ってね、あのお湯が冷めにくいと、まあ、そういう特質があるようです。はい、では、2階の、LDK をなんか飾ってありますね。はい、モデルハウスみたいになってますけど、はいはいはい、あ、なかなか火も入るしいい感じじゃないですか。どっちから行きましょう、ちょっとバルコニーに覗いてみましょうか。ふん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 、やっぱね、モデルハウスはなんかもう家具がシャレオツですよね、本当に。バルコニーですね、はい、がございまして、バルコニーからの LDK ということで、お、なかなか絵になる感じですね。これは、あ、これアクセントクロス、クロスですね。なんか凹凸があるんで、なんかタイルかなんか貼ってあるのかなと思いましたけど、なかなかいいじゃないですかあれね。はい、で、キッチンですね、キッチン横に、まあ、パントリーですかね、まあ、いろんなものに使っていただけますけど、このような形で、収納がございます。でキッチンはですね、はあ、なかなか、あ、なかなかどうですか、これいいんじゃないですか、この
この色味ね、なかなか僕結構好きですけどね。なるほど。まあ、食洗機がついてたりね、まあ、うちがいつもご紹介させていただいている物件は大体、まあ、これぐらいついてますんで、設備的にはですね、あと床暖房も、ついてますので、まあ、冬でもあったかですよということです。はい、じゃあ、最後ですね、3階の方を移りたいと思います。よいしょ。なかなかこのフローリングの色も好きですけどね。よいしょ。はい、こういうのいるんですよね、この共用の収納。これ部屋の中に置きたくないもの。ああ、もうなんか漫画とか置けるじゃないですか、これ。どうですか、この。もう家にもうワンピース今98巻まで出てて、もうどこに置こうかなと思ってるんですよね。ああいうのも、こう置けますんでね、なかなか。あ、なるほど、ここは、なんですかね、ウォークインクローゼット。なんかめっちゃ広いですね。ああ、なるほどね。ここ多分階段の上部なんですね。ああ、もうちょっとの隙間も逃がさないぞということで、なかなかこれだけでもね、あるとないとで変わりますので、こういうちょっと一工夫やっぱ欲しいですよね。こういうところでね、設計のこう気遣いがね、変わってくるんじゃないですかね。めちゃくちゃ広いな、バルコニー。こんだけあるとね、正直バーベキューとかできちゃいますんでね。あ、なんと水も出るようになってますね。これもうバーベキューしようと言わんばかりの。意外とね、これ3階だとね、周りから見えなかったりするんでね。周りもあのバーベキューしてても気づかれないっていうね、そういうメリットもあったりしますんでね。ありだと思いますよ。めっちゃ広いですね。なるほど。このバルコニーはね、両方の部屋から出られるようになってますので、いやもうこんだけでも十分ですね。まあ、収納も、ご覧の通りね、これだければ問題ないでしょうという感じですね。はあ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 。やっぱりあれですね、こうやって初めて見る物件をこうやって紹介していくというのが新鮮でいいですよね。素で驚いてしまうというね。あ、ここいいですね。これをちょっとサムネにしたいなと思いますけど、まあ、こんな感じですね、まあ、物件ね、まあ、冷やかしで見るだけ見たいという方とかね、注文住宅これから検討してるんだけどどんなプランがいいかなみたいな方にですね、参考になると、まあ、すごい嬉しいなと思いますので、その方ぜひですね、チャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。ではまたお会いしましょう。それでは。